皆さんこんにちは、中田あゆです。はい、今日はですね、練習が終わっての撮影になるので、まだちょっと何も食べてなくてですね、Uber Eatsで私の大好物のガパオライスを頼んだので、食べながらサッカー談義というか、いろいろお話できたらなと思ってます。それではいただいていきたいと思います。めちゃめちゃお腹空いてる。そしてUber Eatsあるあるでスプーンがついてなくてですね、ちょっと今日は割り箸の方でガパオライスをいただいていこうと思います。上手に食べれるか。いただきます。あ、ガパオライスめっちゃ好きなんですよね。自分でも作るぐらい好きで、めっちゃ大好物です。うん、美味しい。食べることに夢中になって喋れなそう。そうですね、大宮に来てからチームのメンバーももともと知ってる選手とかが多くて、結構馴染みやすかったというか、あんまりこう初めましてっていう選手が多いわけじゃなかったので、結構今のご飯行ったりとか、まあでも今なかなかそのコロナのこともあったりで、大人数では食事行ったりとか集まれないのはできないですけど、プライベートも充実してます。一番仲良くて時間長くいるのはゴールキーパーの望月ありさっていうのがいるんですけど、一つ下の後輩で、世代別の代表からなんで、高校生ぐらいの時から知ってて、結構付き合いが長いんですけど、よく一緒にいて、本当に何の気も使わずに話せるので、めっちゃ楽ですね、一緒にいて。皆さん何気になりますか？なんか私今年移籍してきて、そもそもでも移籍も多分皆さん驚かれたと思うんですけど、アイナックと今大宮とで、まあ、結構その2つのチームで今プレーしてて、まあ、違いみたいなものはまあもちろんあるわけで、まあそれはサッカーにおいてもだし、まあその環境面とかでもあるんですけど、まあ、やっぱりアイナックは本当に女子サッカーの中ではほんとトップクラスで、環境はすごく整ってるし、本当にそこは大宮に来ても感じることではありますけど、でもやっぱり大宮も今年まだできたチームで、環境の面で言ったらまだまだこれからかなっていう点はあるんですけど、まあ、やっぱりそのゼロからチームを作り上げていくっていう面では仕方ないことというか、それさえもやっぱ受け入れつつプレーしていかなきゃいけないし、チームを強くしていかなきゃいけないしっていうのは、まあ、日々感じていますね。なんで、まあ、環境面とかの部分は、まあ、神戸と大宮では、まあ、今ちょっと少し差があるかなっていうのは感じますけど、でも本当に楽しいので、今もまた神戸にいた時とは違った気持ちでプレーができているし、まあ環境面大事ですけど、今は本当に大宮に来てよかったなって思っているし、充実しているなっていうのも感じているし、このチームをもっと強くしたいって思うし、みんなといっぱい喜び合いたいというか、いっぱい試合勝ちたいなっていうのは本当に日々思ってますね。で、大宮に来てよかったって本当にそれだけは言えることですね。食べます。でも本当に大宮はいろんなチームから今年集まってきたので、メンバー自体が、なので私がここでこれからなんかもし伝えられる機会があったら、本当に特徴あっていい選手多いし、もう何よりみんな明るくて前向きで、すごいひたむきに取り組む選手が本当に多いので、大宮の選手のこともどんどん知ってほしいなっていうのは
ちゃ感じます。なんで、まあ、私もこういう場があるので発信できることを発信していきたいと思っているので、 Wリーグ全体のこともそうですけど、やっぱり自分のチームの選手はもっとたくさんの人に知ってもらいたいなと思ってるので、もしこう皆さんに伝えられる場所が作れたら、てか作りたいです、そういう機会を。全然もしこの動画を初めて見てくださって、入りが私だった場合、やっぱ他の選手知らない方もいるわけじゃないですか。そうなったらやっぱりもっといろんな選手知ってもらいたいと思うし、それこそ他のチームの人とか、まあ、リーグ全体のことをこう知ってもらうきっかけになって、こうどんどんそれが広がっていって、応援してくれる人が、リーグ全体を応援してくれる人が増えたらいいなっていうのは感じますね。おいしい。自分は結構プレースタイル的には本当にゴリゴリ系というか、この勢いとかそういう感じなので、パワフル系、いわゆる、まあ、本当に今年でリーグ10年目になるんですけど、高校からアイナップに行って、高校ではやっぱりボールを回すとかポジションっていう概念ってほとんどなかったので、アイナップに入団してから学ぶことはすごく多くて、本当にいい指導者に恵まれて、本当に下手くそだったんですけど、まあ、できることは少しずつこう増えていって、まあ今があるかなっていうのはあるんですけど、まあその中でもまだまだやっぱり人を見る、周りを見る、状況判断とか、やっぱ足元の技術っていうのはこう少し自分に欲しいなっていうところなので、それはまあこれからでもまだまだ伸ばせるところだなとは思ってるので、これからどん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 レベルアップさせていきたいですし、まあ、やっぱりそれね、自分のレベルが上がることによってチームのレベルもまあ上がっていったりとか、やっぱ結果にも見えてくると思うので、まあ、自分自身もレベルアップのことなので、日々のトレーニングですね、やっぱり頑張りたいと思います。皆さんに楽しい、いいサッカーというか、見てて面白いなって思ってもらえる、応援したいなって思ってもらえるチームにアップはしていきたいなっていうふうに思っているので、頑張っていきたいと思ってます。はい、ちょっとねこの後次があるので、全然食べきってないんですけど、これは私もう本気出したらこれ多分もう秒で食べれるんで、終わったら私がもうマッハで食べます。ということでですね、今日はウーバーでご飯を食べながらサッカーのことについて少しお話ししてみるという動画でした。まあ、なかなかこういう機会もないので、ぜひ聞きたいこととかもっと気になることあったらコメントいただければ、またいつかの動画でお話しできると思うので、まあ、サッカーのことについてもぜひ聞きたいことあったらコメントくれると嬉しいです。それでは今日の動画が面白かったな、楽しかったなって思う方はぜひいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。